りした。本日のゲストはグレイの久石さんです。よろしくお願いします。いや、久石さんもお久しぶりと言いますか。そうですね、もうもはや常連さんと言いますか。何度ありがとうございます。いや、何度も、いや、こちらこそですよ。久石さんがとうとう居酒屋にまで来ていただきまして、前にね、ちょっとご飯行った時に居酒屋ちょっと出たいなって言ってくださったので、はい、まずハイボールちょっと乾杯しましょう。すいません、お疲れ様です。もうね、実はね、回す前にね、ちょっと飲んでたというね。いや、本当に久石さん、でもありがとうございます。いやいや、もうこちらこそ。居酒屋堤下は店長の仲間たちがふらりと立ち寄る憩いの場。うまい酒と魚でついつい喋りすぎてしまうことも。ポテトサラダ、こちら。はい、堤下食堂名物のポテトサラダでございます。はい、こちら。ありがとうございます。どうぞ。そしてこちら、久石さんの大好きなごぼうの天ぷら。そう、久石さんずっと食べてたの、これ、ごぼう天ぷら。そう、久石さんと何度も大好き飲み行ってるから、飲み行ってるから多分、好みとかも、そう、好みなんとなく知ってるから。そして手羽先の甘辛揚げでございます。こちら3品はい、こちらお皿ありますんで、適当に食べながら飲みながらしてください。そっか、お料理もしてますもんね。してます。そうだ、負けてるけどね、俺はずっと久石さんに。そうだから、それよ、ハンバーグ対決の件よ。はい、どうするんだって話、久石さんと。もうなんかね、練習しすぎて俺は。もう全てのレパートリー作ったんじゃないかなぐらいの。いや、もうやだよ俺も。いただきます。もうグレイファンのさ、皆様が優しいもんだからさ、はい、いいけどさ、俺いつまで負け続けたらいいの、久石さんに。下手になってくんない料理、久石さんも。うまい、うまいじゃなくてもうやめてよ、料理すんの。おいしい。でありがたいですけど、そうやっておいしいって言ってくれるのは。いや、でもね、忖度ってことも知らないですか、久石さん。知らないっす。知らないかい。俺だって堤下さんと一緒にやんないと料理なんかしなかったもんだって。いや、だからしないでいいです、そのままで。いや、してみたらね、はい、面白いんですよ。いやいや、だからそこなんだ。おいしいしね。凝り性でしょ、うん、すごく、うん、ね、ミュージシャンとか多いと思いますよ、ギタリストとか。いや、久石さん特別よ。あと、食材とか、はい、認めつけないですよ、金でしょ。そうそうそう、男の料理ってね、それはね、男が料理するなら金がかかるの、何より。そうそうそう。で、久石さんとね、この前ご飯連れていただいたんだけど、ものすごい美味しかった、あれね。美味しいですよね。あれ美味しい、トリュフの店でね。トリュフ、そう、トリュフ、何がっちゅうとトリュフがかかってくる店で。あれめちゃくちゃうまかったっすね。そうなんですよ、あそこもう四季で、はい、トリュフが選べるんですけど、はい、もうちょっとしたら白のトリュフになって、これは黒トリュフでしたね。そうですね、うん、あそこうまいっすね。そうで、結局あれですね、はい、タイジ君の、はい、そう、白鳥君のね、はい、白鳥タイジ君の祝勝会という、そうそうそう、優勝したんで、ね、トーナメントね、はい、まあコロナの関係だといろいろと長く、そう、いろいろとね、長いカードでやってますけども、はい、今回だからトリプルで、だから久石さんの格闘技好きがさらに、そうですね、世の中に知れ渡るっていう、うん、久石さんがその格闘技好きだっていうのをグレイのファンの方にも言ってるらしいんですけど、あまり響かないんでしょ。いや、結構 YouTube ライブで言ってるんですけど、その瞬間コメントが止まるってなんで響かないですかね、グレイヤーには、それ、ね、なんですかね、面白いのにな。昔から好きだったんですよね。うん、昔から好き、格闘技ね、うん、いや、だから、でもイメージないっすわ、確かに久石さんの格闘技好きは。父親が内科医やってたんだけど、地元青森とか函館に、ほうほうほう、試合来るんだけど、はいはい、そのドクターやってたんですよ。ほうほうほう、うん、リングドクターって。おー、はい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 。で、テレビ中継とかで、うちの母親が今日テレビ映るみたいよみたいな感じで、じゃあみんなで見ようみたいな、ほうほうほう、ボクシング中継見たりとかして、ほう、で、うちの父親もボクシング大好きだったから、ボッコボコになってる内田有紀夫選手いけるって。え、お父さんお医者さんだったんですか。そう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 。すごい。それで久石さんギタリストになったんですか。そうなんですよ。え、どういうことですか。結局、うん、オタクなんですよ。いやいやいや、ちゃちゃちゃ、オタクじゃないでしょ。コンピューターとかも好きだったし、はいはい、あとオーディオ関係も好きだったから、ほう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 、そういうのでいろいろもうレコードとかもたくさんあったりとかして、はいはいはい、そこら辺になんかこういろんな影響を受けて、はい、まあ車もそうだし、その格闘技が好きだったんですけど、はい、まあやっぱりちゃんと影響受けますよね。え、そもそも久石さんがお医者さんになるっていう線はなかったの。なかったです。それはもう小さい頃から、はい、全く。いやー、出来上がったですね。え、ご兄弟はいらっしゃるんですか。います。一個上の兄がいますけど。え、お兄さんもお医者さんにはならなかったですか。頭良かったんですけどね。ならなかった。ならなかったですね。あ、じゃあご兄弟誰もお医者さんにならずに。ならずですね。音楽的な影響を受けたの実は兄だったんです。あ、
お兄さんじゃあ音楽聴いてたんですね。めちゃくちゃ早かったんです。へえ。とにかく早かった。ほう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 。もう地元では誰も聴いてないような音楽とか聴いてて、はい、え、例えば誰を聴いてた。もちろんもう当時ですよ、はいはい、当時ですけどガンズとかニルヴァーナとか。はあ。まだ全然90年代入っても、はい、火がつく前とかにそのグランジとかは聴いてたりとかして。へえ。じゃあ洋楽から入ってたってことですね、うん、そうですね。じゃあ久さんもそこに影響を受けて。いやでも認めたくなかったんですよ。その兄から入ってくる。はい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 、ニルヴァーナ何それみたいな。はあ、はあはあ、音悪くないみたいな。その後のがすごいハマってたりするんだけど、はい、その道を作ってくれたっていう。え、ギター触れ合ったのはいくつの時ですか。俺ですか、はい、ね、15歳ぐらいですかね。15歳、うん、で自分でギター買ったんですか。うん、あの16,800円ぐらいのギターだったんですよ。あ、なんか入門編みたいなギターありますよね。はい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 。それそんなギター幅立て売ってないから、はい、通販で札幌から買ったんですよ。ほう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 。もううちにギターが来た瞬間にこれプロになれるんじゃないかと思うんですよ。確かにそりゃそうですね、うん、はいはい、はい、あ、見てますからね、うまい人のギターをね。どうやればいいんだろうみたいな。はいはいはい。でも予想以上に難しくて、はい、そして理想の音が出ない。当然ですよね。まあそりゃそうですね、うん、アンプもエフェクターもないよ。そりゃそうですね、音があの感じ出ないですもんね、うん、なんだと思って、はい、そのまま1年間ぐらい放置してなかったんですよ。ほう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 、うん、で15歳で買って1年間放置。そうですね、高校生になりますよね。高校生になる。はいはいはい。で、高校生になったらバンドやろう。あ、はあはあ、確かに。あ、当時だからバンドやろうぜとかいろいろ本出てましたもんね。うん、本当もうバンドブームのさなかですよ。イカ天とかね。そうですね。あ、はい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 。いや、それこそグレーイカ天出たこともあるし。お、そうですね、確かに、そうだそうだ。あと、歩行者天国ってあったんですよ。歩行天ね、ありましたね。あそこのね、はい、あの遊戯の、はいはいはい、あるしとかね、はいはいはい。歩行者天国でもライブやってましたね、僕ら。じゃああの当時もすでにグレーは結成されていたってことですね。はい、もちろんです。はい、高校生の時、うん、1987年か8年とかですね。はあ、僕がだから10歳の時ですか。僕77年生まれなので、10歳とかそこら辺か。そうなんですね。そうなんですよ。だからまあ珍しいこともありましてね、こんな20、まあ結成から言うと30年以上経ったんですけど、はい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 、続けることができまして。高校生の時に全員知り合って。いや、全員じゃないですよ。ジローさんは違いますよね。そうですね。テルさんとタクロさんと。そうで、タクロと僕が同じ高校だったんで、はい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 、そこでまあ一緒にバンドやらないかみたいな感じでツインギターになったわけです、はい、それでまあ他のメンバーは東京には行けないっていうメンバーがいたり、東京来たけどついていけないっていうメンバーがして、でデビューした時もね、ドラマいなかったんですよ。あ、そうなんですね。今もそうなんですか。あ、今も歌はいないですね、まだ、はい、いじめられたね。そうすか。当時のライターさんに、はいはいはい、ライターさんって結構まあ当然だけど僕らより何個も上で、はいはいはい、ライターさんの方が偉いみたいな感じだった。ああ、そうなんですね。でロックをちゃんとしたロックを聴いてんのかお前らみたいな、そういうスタンスで。ほう、上から来るんですね。そう、はあはあはあ。なんでグレードラムいないのって。はあはあ。でも当時クルエメっていう、あの、キョバル君のクルエメ、ありましたね、クルエメ、はいはいはい、ドラムがいなかったんですよ。ああ、いなかったですね、確かに。ああ、だからいいじゃんみたいな。はあ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 。新人というか、はい、その駆け出しは、はい、それはね、しょうがないというか、今ってグレイとかって、はい、一斉インタビューをしてそれを配るわけですよ。ほう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 。うん、それいいっすね。そうなんですよ。頭いいっすね。本当はね、あの 各社というか、うん、色を出した方がいいと思うんだけども、はいはい、なんかみんな気使ってくれて、やっぱり、はあ、まあまあそれもベテランですから、もうでも当時は忙しかったし、はい、同じことたくさん聞かれたし、はいはい、腹立ちますよね、あれね、調べてくれよってメンバーがちょっと殺伐とするんですよ。そして嫌なやつになる、これはしょうがないって。あ、そうそうですね。だからあの新人の誰々は生意気だって言われるけど、はい、しょうがないですよ、あれ。そうですね、うん、同じことばっかり聞くから、もう、うん、忙しくて、はい、もう同じこと聞かれて、はい、もう本当自分の時間なかったから、はい、精神的にね、参るんですよね。いや、そうなんです、そうなんです、それなんです、本当にそれです。まさしく同じ、それを。あいつら生意気だっていう風な、はい、多分そういったイメージつくかもしれないけど、はい、それはね、しょうがないですよ。まあまあまあ、そうですね。そういう時期ってあるんですよ。今の子もそういう思いをしてるのかなと思うと、まあそれはしゃあないなと思いますよね。めちゃくちゃおおらかだもん、俺ら今。グレイっていうの名前間違えられたけど、全然もうこんな、あ、大丈夫だよ。いや、そんなの言うんすか。いや、それ大丈夫ですか。でも今、
あれですか、この前もなんか YouTube であのカタカナ禁止トークとか久々に TV とかでやってましたけど、グレーのメンバーとかは会ってるんですか、今現在は。もう1ヶ月近く会ってないです。うーん、え、来月だってライブ、来月ライブありますね。あれですね、ビーズさん主催のやつありますよね。はいはい、また久々に会う感じですか。そう、あのリーダーがあのロスに行くんでしょ、はいはいはい。じゃあ日本に来るってことですか。そうですね、リハのちょっと前に。もうそろそろですね、だって2週間の隔離生活しなきゃいけないから。そうですね、うん、そろそろ帰ってくるわけですよ、はい。それ どこに泊まるんですか、リーダーリーダー、あの家ありますよ、日本に、うん、あ、じゃあそこに帰ってくる感じ。そうです、そうです。あ、そうか、その時に会うんですね。そうですね、2週間経ってくらいから、うん、でもやっぱりなんだかんだで僕らツアーとかやってたから、はいはいはい、こんな1ヶ月も会わないとこってなかったんですけどね。そうなんですね、うん、じゃあ今年は初ぐらいですか、1ヶ月会わないなんて。今年というかもう何年ぶりじゃないですかね、こんな。へえ、そんなこともあるんですね。そうそう、まあもちろんあのオンライン上では連絡のやってるんですけど、はい、LA と俺の時間合うんだよね。あ、そういうことですね。深夜起きてると。そう、夜中はもう酔っ払ってるわけだから、もう拓郎とももうどうでもいい話ばっかりないんでして何人ものグループなんだけど、はい、次の日メンバー起きたら朝何百件って入ってる。2人のしょうもないやり取りで。いやー、それはめんどくせえな。そう、めんどくせえ。めんどくせえな、見なきゃいけないし、一応大事なこと入ってるかもしれないし。要するに何言ってる。じゃあ拓郎さんと久石さんがやってるやり取りが何百件も残ってて、タイムライブとか伝えてる。何それ、他の人どんな気持ちで見てるか分かってるの、それ。そんなわけわかんないやり取りをっていう反省があり、はい、ちょっと盛り上がったら、はい、あのソロでやるようにして、お互いに。そう、一方通行、交互通行でやるように。そうですね、それそうしてください。え、その一番くだらないやり取り何だったんですか、そのやり取りの中で。高校の頃の、はい、同級生のあだ名、あれ、あいつなんて言ったっけ。めちゃくちゃどうでもいいわ。めちゃくちゃどうでもいいわ。それグループラインどうでもいいわ、それ。答え出たんですか、結果的には。ね、お互い酔っ払ってるからね。いや、どうでもいいわ、それ。こうだっけっすね。いや、それ違う、あいつだよ、みたいな感じになって。どうでもいいっすね。どうでもいい。めちゃくちゃどうでもいいっすね、本当に。で、気持ち悪いっすね、周りの人も。答え出てないし。で、もうリハがもう何日かした後に、はい、拓郎思い出したって。見ましたね、あっちじゃないみたいなこと。いや、面白いなぁ、未だにそんなメンバーとそんなことすることあるんすね。タクロとは未だになんか仕事仲間でもあり、はい、友達でもあり、同級生でもあり。でも揉めることなんかないですか、タクロさんと。ありますよ。あ、喧嘩することもあるんですか、一応。ありますね、よくある。あ、それは仕事的な喧嘩ですか。違います。プライベート的な喧嘩。え、どうしようもないことです。え、それは、言える範囲でいいですけど、結構しょうもない喧嘩ってどんな喧嘩なんですか。ね、食べるものが、はい、ケータリングが冷たいとか。子供じゃないかな。え、どういうことですか。拓郎さんが、拓郎がまず、うん、なんかこう、例えばね、冬の ロケとか行っても、はいはい、もう冷たいご飯が嫌だって。はははは、うん、分かんないけど、なんか マネージャーに力説してるんですよ。はははで、はぁ、あ、はぁみたいな感じで、なぜなら俺はみたいな話になってきて、はい、まあ一杯ぐらいでもあったかいものがあった方が、それはテンションも上がるみたいな。現場のね、はいはいはい、でもダラ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 喋るから、まあ、いいから食えよ、その冷たい飯でも。あ、ドレスネさんがおっしゃるわけだ。はいはいはい、俺逆に冷たいご飯好きなんですよ。あ、そう、なんか冬の遠足とかって結構、はい、スキー場とか行ったりするんですよ、はい、北海道で。そこで食べるお弁当とかすごい好き。ああ、冷たくなっててね、うん、はいはいはい。そういうそうで喧嘩になるんですよ。、うん、俺はあった方がいいと。そう、いや、冷たくてもそれせっかく出してもらったんだから、でも食えよ、うん、食べない。そういうところでなんか、そのなんかね、あのバンドとしてのおごりが見えるよっていう。バンドとしてのっていうことを入れてくるんですね。いや、俺はそうじゃなくてあったかいもの食べたいって言ってんだろってなりますよね。そう、それ何で終わるんですか、最終的に。誰が仲裁に入るんですか。やめろやめろって言える人がいないんです。そうですよね、うん、メンバー同士で、しかも同級生、うん、そうです、そうです。で、仲いいってのも知ってる状態での揉め方じゃないですか、うんうんうん、しかも内容どうでもいいじゃないですか、うん、なんかあったかいご飯か冷たいご飯っていう、本当に女子高生みたいな喧嘩じゃないですか、それ内容が。バーって言いながら、はい、結局あいつのあだ名なんだっけって結局そこに戻るみたいな。ただの仲良しですよ。要するに喧嘩の内容が。そうそうそう。だってご飯の内容もどっちでもいいもん。あったかいご飯だろ、冷たいご飯だろ。だから結局揉める理由がなくてなくて、はい、その飯問題になるっていう。無理やり揉めようとしてる。そう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 。結局最後なんかわーって笑って。いや、面白いなそれ。
いやそれテルさんとかどんな気持ちで聞いてんだろうな。それたまにテルとかジローもいるんですよ、はい、すごい冷ややかな目で見て。そうでしょうね。あれなんですね。じゃあテルさんとかジローさんはそれ参加してこないですね。絶対しないです。もう一回もない。無駄だと思ってるんだよ。テルさんとか、ジローさんにはじゃあそういう喧嘩は久井さんもしない。絶対に。ほぼ売らない。こういったしょうもない話しないのはジローだけです。あ、そうなんですね。テルは、タクロー、怒られたい俺ってどういうことですか、怒られたいって。その時ね、俺いなかったのかな、ジローがいたんだけど、ははは、ジローって結構リズムで言うタイプなの。ははは。じゃあ、テル君言わせてもらうね。ははは。怖えな。怖いですね、それえ、思ってるの、なんかまずそもそもそこですよね。思ってたんだってことですからね。そもそもそこは。ね、テル君こういうところとこういうところとあとここは直した方がいいとか言って、ほうほう、もう怒られた分だけテルはブワーって伸びる。でも怒られたいって言ってるからね、本人がね。それはで拓郎に言われてガーッてなって、うん、ジローにブワーって言われてガクガクって言って、そしたらどうなりますかね。まあ酔っ払いますわな、とりあえず。そうなんですよ、はい、次の日覚えてないんですよ。怒られたいってあんだけ言って。嘘でしょ。拓郎とジローの疲労感。マジっすか。やばくないですか。テルさん一番やばいです。そうなんですよ。これがもし天然じゃなかったとしたら怖いなっていうぐらい天然感というか。天然ですよ、それは、うん、今聞いた限りで天然ですよね。でもやっぱボーカリストってこのぐらい天才じゃないといけないのかなって思うね。いや天才ですよ。グレイってとんでもない人たちが集まってるんですね。そう考えるとジローさんしかまともな人がいないってことですか。その通りです。でしょ。グレイって、はい、すごい4人組が集まってるけど常識人が一人だけいるってことですか。そう考えてみたら、うん、でジローさんで、だってさっきのジローさんはまともな人しか出てこない。ジローファームにね放たれた3人。ジローというのじゃ一番年下のジローさんに支えられてるんじゃないこれ、うん、まあ自由な牧場でさせてもらう。よかったな、ジローさんいて本当に。いやでもジローがそうですね、一番最後にメンバーとして入ったんですけども、はい、なんかまあ一番こうバンドのことを分かってる、はい、はいはいはい、だってこれやっちゃダメあれやっちゃダメって言ったら つまんなくなっちゃう、はいはい、はい、そうですね。かといって全部自由にしてもつまんないから。確かにそうですね、うん、ある程度のルールの中でやってもらえるね。そう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 、うんうん、そのレギュレーションがすごくこう、なんだろうな、こうセンスがいいというかね。かといってこうリーダーにしないあたりがいいですよね。そうちゃんとね、うん、あのリーダーじゃないところがまたこのジローさんのいいところかもしれないですね。裏で支えてくれるみたいな、ね、リーダーなんてねわがままだよ。リーダーはねやんちゃだしね。多少わがままじゃないとやっぱりねリーダー務められないですから、そっちの方がいいですよ絶対に。絶対にそうです。リーダーなんて大変ですから。結果的になんか取材最終的に答えも出られるのリーダーとかなっちゃいますからね。そうなんだよね。あれは大変ですよ、リーダーの役目は。季節だってリーダーやれって嫌でしょ。嫌だ。絶対断るでしょ。今のポジション楽だね。ジローファームのね、ちょうどジローの資格に入ってるのに。ジローファームって言っちゃってるもんな。グレイのメンバーだね。だからちょっとグレイのメンバーではあるけど、うん、違った視点から見られる。あ、第三者目線で。そうそう。ほう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 。で、まあ、このバンドダメだと思って、ちゃんとしなきゃと思って、ほう底辺で支えるような。あ、うん、グレイをさらに後から見てて、もっとこうしたいっていうジローさんの思いがあったと。あの、元凶はテル拓郎かもしれない。いや、あの二人で。自分抜いたせこい。抜いた。じゃあテルさんと拓郎さんがいたら絶対人たちだって言うと思うよ、俺。あの二人は。そうかもね。いやもうひどい大人たちだよ。グレイって3人はひどいね。ジローさん以外ひどいよ、これメンバー絶対に。いや俺テルダクロだと思うけどね。いや俺はちょっと4人と喋りたいな、そうなると。一人一人と喋って全員誰がいるのか聞きたいな、俺。いますか。全員違う一言言うだろうな、俺。で、ジローさん最終的に、ね、ジローさんに聞いたら3人ですって言うと思います。だって俺、ジロー以外3人自覚あるもん。さすがに。自覚があるのは偉いですよね、あるある、あるある。今なんか、だからあれですか、この YouTube とかもライブやってらっしゃるとか、普通にね、あのグレイさんライブとかもね、やってらっしゃいますけど、なんか、うん、なかなか楽しく生きてらっしゃる感じですか、今も。いやね、俺コロナ禍で、やっぱりエンターテインメントとか、うん、割と打撃受けたと思う。はいはいはい、そうですね。フェスが次々中止になり、うん、なんかあんまりネガティブに考えたくなくて。ほうほうほう。これは、まあバンド30年もやってるといろんな、ことがあるだろうって、はい、これは不可だと思って、ほうほうほう、
それによって実はいいことが割とあったと思いたい。はいはいはい。まあそれでリモートレコーディングがあったりとか、はい、配信ライブという形でみんなに届けることができたりとか、はい、まあ精一杯の強がりなんですけども、うん、いっぱいやられてますね、うん、グレさんは。はい。でそういうところでなんかこうコロナのせいだとかっていうふうに絶対言いたくない。あ、うん、だからそれそんな環境の中でプラスになることをやりたいなとかいうふうに思いたいんですよね。はいはい。うん、だからよりこう生のライブが大事に見えたりとかもしたし、そんなにネガティブではなかったの。うーん、だから今後の活動もだからグレーとしても変わらず。変わらずですね。でライブももちろんやっていくし。そうなんですよ、あのアリーナツアーも決まったんで。やっぱり見たいっすよね、生でね。やっぱりこうファンとしてはやっぱライブ行くっていうのが楽しいですからね。3日前ぐらいに、うん、あの工藤館の舞台見に行ったんですよ。ほう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 。渋谷のパルコでやってて、はい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 、まあもちろん工藤館節だからもうずっと笑ってんだけど、はい、笑い泣きなのか何の涙か分かんないみたいな、あ、この万人のさ、はい、状態で、はい、みんなでなんかもう一生懸命笑って作り上げてみたいな、はいはい、やっぱいいね。いや、いいですよ、いいんですよ、ライブっていうのは。はい、いや我々もそうですよ、このグレイさんのライブ、特に音楽ライブなんていうのは、はい、行く時も楽しいんですよ。あ、そう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 、そう、行く時も楽しくて、うん、行って楽しくて帰り余韻で楽しいんですよ、うん、だからね、ずっと楽しいので、うん、一日楽しいんですよ、うん、だからね、その力をいただけるんですよね、音楽のライブとかって。だから僕らにはもちろんそういうのできないから、うん、それでプロのアーティストの方がやってくれるとすごい嬉しいんですよね、うんうん、だからそういうのをずっとこうライブとかで届けてくださると僕らもこの勇気が出るし、なんかやる気になるし、何よりも元気が出ますね、やっぱり。そうですね、だからグレイさんとかこうライブやっていただけるとね、すいませんね、この前カイサクトさんのちょっと揉めてしまってちょっとそれ申し訳ないなと思ってめっちゃ面白かった。ずっと喧嘩しちゃいましたね、あいつがなんか、ま、ほんと真似事してたみたいで、ほんとにあれグレイさんのカジュアル君のバンドなんだっけ。エンジェルです。エンジェルとコトブキです。コトブキ、はい、エンジェル、あいつが喧嘩売ってきましてね、ちょっと2周年だったんですけども、あの揉めてしまいましてね、すいません、なんかここにちょっと CD 置いてありますけどね。あ、そうなんですよ、バッドアップルっていうね、はい、シングルがリリースされまして、はい、おめでとうございます。はい、すごい。ちょっと堤下さん、いいんですか。はい、嬉しい、ありがとうございます、すいません、はい、うわーかっこいい、いただきました、すいません、ありがとうございます。やったー、これも発売されてる、はい、やつですね、はい、ぜひ買ってください、よろしくお願いいたします。うわ嬉しいな、これ何枚目ですか。もう59枚目。すごくない？59枚よ。次のシングルのジャケット真っ赤にしようかな。60だから。完璧ね。確かに、もうこれってこのデザインって誰が決めるんですか。これはあのあれなんですよ、ペリメトロンという、はい、キングヌーのあ、はいはいはい、やられてるところと今回初めて一緒にやって。そういうことなんですね。そうなんですよ、これもう59枚も出してりゃもう案がなくなっちゃうでしょ。ないよ。ないでしょ。ないない、そんな。どうすんのって話になってきますね。もうメンバーカードアイデアはないですで、60枚目確かに真っ赤おもろいですね。還暦ね、シングル版が面白いですね。あ、それいいかもしらん、確かに、ね。でもなんか真っ赤、グレイのシングル真っ赤ってそれは面白いけど、60枚目って確かに分かりやすいですね。60枚だって。でもどうです、59枚目のシングル出すっていうこの心境。いや、あのね、あのシングル出すってすごくなんかこうバンドを丁寧に、音楽を丁寧にやって、はい、ちゃんと、はい、あの活動してる、はい、年に何枚か出す。そうですね、ベストアルバムってことじゃないですもんね、うんうん、はい。海外のバンドなんてね、あの1枚アルバム出したら、はい、ワールドツアー行っちゃうから、はい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 、まあ、何年かやっぱり拘束されちゃうから、はい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 、日本はやっぱりね、この国土の問題もあって、はい、割とタイムが短いと思うんですね。そうですね、はいはいはい、だからまあ CD バブル時期なんか本当ね、はい、月に何枚とか、はあはあはあ、いや、ありましたね。グレイはやっぱりそういったなんかあの音楽ビジネスの中で成り立ってきたんだなっていうことを感じますね、うん。59枚ですよ、ね、思わなかったでしょ、デビューした時59枚も出すなんて。だって次も60枚目の構想もあるわけでしょ、だって言うたらあるねえ、うん、次の30周年、はい、を目指しているんですよ、はい。でも25周年この前終わって、はい、コロナ禍でバタバタしてたら、はい、実はあっという間に30周年が来ちゃったというか。ほう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 。あれですか、僕よくこうアーティストの方に伺うんですけど、うん、
1枚目の CD とか聴くとうわ演奏下手だなとか思ったりするって本当なんですかあれ。もっとよく弾けただろうとか逆に考えるとあの頃のように弾けないっていうのもあるんだよ。え、技術落ちてるみたいなことですか。ねなんだろうなこう若かったからできたとか、ほう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 今あの一周して熟練したものがあったりすると、ほう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 そこに行きたくないそこに逃げたくないとか、ほう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 、あの頃ってなんか木をてらわなくても何でもうまくいくんだって思う4人のこのテンションの強さがあったりして、そういうのってやっぱりあの多分こうデビュー当時の、はい、勢いとかっていうのは、はい、復活しないんですよ。ほう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 、だからいい意味なんですよね。ほうほうほう、それは、まあ、今もいい意味でその熟練されてるみたいなことがあるんだけど、でもちょっと今回はね、久しぶり TV と、しるとり大臣のチャンネルとトリプルコラボさせていただいておりまして、まあ、しるとり君のチャンネル、そして久しさんのチャンネルともにやっておりますが、今回は、居酒屋住みた久しさんに、来ていただきましたので、また他のチャンネルも見ていただけたらなと、またのそして CD を本日ありがとうございました。ということでまして、本日のお客様は久しさんに、お越しいただきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、ほんと美味しかった。ありがとうございます。堤下食堂にご来店いただき誠にありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。 Twitter、Instagram、Voicy のフォローもよろしくお願いします。